アンティオキアの一アンティオキアは、セレウコス町のセレウコス一世が父、アンティオコスを記念して建設し、各地に存続したギリシア語の都市名。シリアのアンティオキアが有名。交互約聖書や第三版までの深海約聖書では、アンティオケと表記する。シリアのアンティオキアは、古代の西シリア、オロンテス河畔に建設された都市。ヘレニズム時代のセレウコス朝、シリア王国の首都。 ローマ時代のシリア属州の州都として栄えた。シルクロードの出発点として知られる。一般に用いられるアンティオキアはヘレニズム時代以降のギリシャ語発音で古典ギリシャ語読みのアンティオケアが用いられることもある。ローマ時代はアンティオチアアンティオキーアと呼ばれた。なお、現代音ではアンディオヒアという表記が近い。1世紀から6世紀のローマ帝国主配下のアンティオキア。 平地には大きな市街地が広がり、西にはオロンテス川が、東にはシルピウス山があり、南高不落を誇ったアンティオキアから春キスへ続く、ローマ街道、セレウコス朝、シリア王セレウコス一世にかのるが、父、アンティオコスを記念して建てた16の都市のうちの一つ、イプソスの戦いに勝利した後の紀元前300年に、回帰された。アンティオキアは、 セレウコス朝の首都となり、最も栄えたヘレニズム都市となった。セレウコス朝がローマに滅ぼされた後も、ローマ、アレクサンドリアに次ぐローマ帝国第三の都市として栄えた。初期キリスト教の時代には、パウロの違法人不況の拠点となった都市であり、キリスト教がギリシア文化の影響を受けて発展した地でもある。新約聖書、首都行伝11章26節によれば、 キリスト社という呼称はこの地で初めて用いられたとされる。また現代の研究者によれば新約聖書、マタイによる福音書の成立地として有力視される。後に、キリスト教がローマ帝国に公認されるようになって、以降は、アンティオキアがローマ、コンスタンティノポリス、アレクサンドリア、エルサレムと並ぶ五大層主教座の一つとなり、シリア地域の政治、経済、宗教、 文化の中心地として栄えた。現在も、東方教会には、アンティオキア正教会やアンティオキア総主教長の名称を持つ教会が複数あるが、実際の活動は、シリアのダマスコスや他の都市に移されている。526年5月29日の大地震で、壊滅的な打撃を受け25から30万人にも、上る犠牲者を出した。その後再建はなされたものの、 かつての異様はよみがえらず、サーサーアン・アサ、ペルシアにたびたび攻撃されるなどしたために衰退が始まった。7世紀に東ローマ帝国がイスラム帝国に敗れてシリアを喪失した後には、アンティオキア周辺は両帝国の争奪の前線となり、荒廃し、アンティオキアは北シリアの地方都市となった。 969年に東ローマ帝国が奪還するが、1084年に再びムスリムの王朝セルジューク町に征服された。1096年に派遣された第一回十字軍は、半年以上にわたったアンティオキア行為戦で、アンティオキアを征服しこの地にアンティオキア公国を建設するが、1268年にマムルーク朝に奪われた。1516年、 オスマン帝国がマムルーク朝を滅ぼしてこの街を征服すると、オスマン帝国アレッポ州の一地方都市となった。第一次世界大戦後フランス移民党治療シリアに編入されたが、トルコ系住民がシリアからの分離運動を起こし、1939年にトルコ共和国に編入された。現在はトルコの破体圏の県庁所在地であり、アンタキアと呼ばれる。 6世紀前半の作品、ありがとうございます。